お兄ちゃん、起きて、朝だよ。まだ眠い。もう、いつもこうねんだから。早く支度して。今日は大事なパーティーなのよ。やだやだ、めんどくさい。いえ、こうなったら、やめて。よいしょっと。お姉ちゃん、髪型やばすぎ。そう？大丈夫でしょう。もう本当にじゃ、見た目気にしないんだから。カーテンと行こうか。ちょ、こんなんできるわけないじゃん。さあ、串で溶いて。カチカチボサボサで溶けないよ。じゃあ、仕方ないわね。行きましょう。ダメ。こんなの人に見せれないよ。行けって言ったり、ダメって言ったり。わかったわ。これから美容院に行ってくるわ。あなたは家で待っててね。一人で大丈夫かな。別に、この髪型でも私は平気なのにな。あなったら見た目に厳しいのよ。さてと、美容院どこかな。あ、やっぱり。パジャマで来ちゃった。ま、服も買えばいいか。え、バービー、美容室？早速、入ってみよう。いらっしゃい、マーフィー。癖強い。今日はどうされますか？店員さん髪型がハートだよ。何かおっしゃいましたか？あ、いえいえ、今日はパーティーがあるので。ヘアセットお願いします。任せなさい。大丈夫かしら。こっちこっち。この椅子に座ってちゃ。めっちゃ怪しいけど大丈夫かな。それでは早速シャンプーします。お願いします。シャンプーを続けて高速シャンプー始めます。うわ、本当に高速だ。でも気持ちいい。今日はどんなヘアスタイルにしようかな。それはこの私にお任せ。本当、癖強い。せっかくなんでお願いします。はい、シャンプー終わり。では、こちらへ。ああ、さっぱりした。こちらの椅子へどうぞ。はい、すっごいクレープですね。これは、クゼルですかね。これは、天然パーマです。毛先がチリチリですね。切りましょう。あ、切るんですね。バービーに任せなさい。まず、串で溶かすわよ。すっごいちぎれ毛ね。この毛先、早くカットしなくちゃ。横と上の髪がすごく短いのね。あなた、髪を短くしたことはある？いいえ、私の記憶の中では短い髪型はしたことありません。せっかくだから結構切っちゃおうかしら。変にならないのであればお願いします。それではクロスを続けて早速切りますよ。ザックザック、この毛先のチリチリをバッサリカット。これでさっぱりしましたよ。とりあえずすごいですね。もっと切っちゃいましょうかね。久々のお客様で緊張するわ。しかもこんな癖で切ったことなし。どうなるのかわからないわ。すっごい切ったわ。切ったら切ったで爆発してきたわ。どうしようかしら。すごい軽くなったけど一体どうなってるの。やばいわ、めちゃくちゃボサボサになっちゃったわ。どうしましょう。こうなったらこれで髪の毛を染めちゃいましょう。どの色にしようかしら。まずはピンク。ピンクを水で濡らして、ぬり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 、すごい発色だわ。なかなかいい感じで、次は青にしましょう。青色を水につけて、ぬり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 。 B
LUE でブルー。いい色、いい色だわ。次はオレンジにしましょう。オレンジを水につけて ORANGE でオレンジ。よし、次は緑。緑を水につけて GREEN で緑。うわ、ワンダフォー。最後は紫。紫を水につけて PURPLE で紫。できたわ。それでは鏡をどうぞ。これはすんごいカラーリングだわ。これって一体イケてるの？イケてないの？アナに見てもらわないと不安だわ。ありがとうございました。アナ、アナはどこ？何？お姉ちゃん、どうしたの？その髪の毛。このヘアスタイル、ヘアカラーってイケてるの？正直に言うね、全然イケてないよ。どうしようアナの行きつけサロンに行こう。急げ。ここリカサロン。入るよお姉ちゃん。いらっしゃいませ。リカさん、お姉ちゃんの髪を可愛く直してください。お願いします。絶対可愛くするのでお任せください。お願いします。ではまずカウンセリングしますね。こちらの席に座ってください。わかりました。結構癖が強いんですね。はい、それが長年の悩みなんです。バッサリ切ってすごいことになってますしね。どうしようかな。あ、私にいい考えがあります。どんな考えですか？それは髪の毛をもっと短くしてカツラをかぶったり、こんなエクステもつけれますよ。それは素敵ですね。やってみたい。それではバッサリいっちゃいましょう。ハットブースへ移動しましょう。はい、こちらになります。こちらの椅子に座ってください。よいしょ。このカラフルカラーはシャンプーで落とせるかな。シャンプーしてみますね。椅子を動かします。まずシャワーで流してシャンプーをつける。それではしっかり洗っていきます。このカラーは取れるかな。あ、泡がどんどんピンク色になってる。すごいすごい、取れてる取れてる。他の色はどうかな。青色はしっかりしっかり根元までシャンプーして、力の強さはいかがですか？とっても気持ちいいです。あー、綺麗に落ちましたわ。よし、それでは流します。タオルでしっかり水気を拭き取って椅子を落とします。しっかり拭きます。道具の準備をして、カットクロスをつけて。すっごくドキドキするわ。櫛で溶かして、このモデルさんの頭みたいにバッサリ切りますね。お願いします。いきますよ。久々のバッサリカットだから腕が鳴るわ。楽しすぎる。頭が軽くなってます。ちょき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 、髪の根元からがっつり切りますよ。うわぁ、どうなってるのかワクワクします。刈り上げ刈り上げ、すごい短くなってますね。本当にこの髪型に近づいてる。ちょきちょきちょき、よし、できました。すごい、このヘアスタイルに私もなったわ。こんなにたくさん髪の毛を切ったのは人生で初めてです。この髪を掃除機で吸って、よし、オッケー。それではまずこのカツラをつけてみましょう。どうなるか楽しみ。ブラウンのパールヘアとピンクのストレートヘア、どちらからかぶられますか？それではブラウンのパールヘアからつけてみます。それではつけますね。一体どんな感じになるんだろう。ドキドキする。頭にぴったりはめて、櫛で整えて、激かわ。
鏡を見てもいいですか？鏡をどうぞ。すごい目線だわ。こんな髪の色も初めてだし、チリチリのくせ毛じゃないってこんなに可愛くなるんだ。このカツラもかぶってみられますか？もちろん。それではこちらのカツラを取って、このピンクのストレートヘアを乗せます。串で解いて、早く見たいです。それでは鏡をどうぞ。別人。ピンクのストレートヘアって全くイメージがつかなかったけど、すっごく色っぽいだね。美しすぎます。素敵すぎ。どちらが気に入られましたか？どちらもとっても気に入ったんですけど、けどエクステも試してみたいです。エクステですね。お任せください。少々お待ちくださいね。お待たせしました。こんだけ色がありますけど、何色にされますか？その色全部で全部？めちゃくちゃ派手になりますけど、いいですか？こうなったらめちゃくちゃ派手にお願いします。かしこまりました。それではエクステの準備をしますね。まずレッド、赤のエクステをペーッと。次はグリーン、次はイエロー。いい感じ、いい感じ。どうなるのか楽しみ。次はライトブルー、ペーッと。次はオレンジ、ペーッと。次はピンク、ペーッ。カラフルになってきた。次はパープル、紫は耳の上に。次はブルー、青も耳の上に。どんどんつけていくよ。顔周りもつけて。つけ終わりました。髪型はいかがなさいますか？髪型はストレートのロングでお願いします。ではエルサ様に合った髪の長さにしていきますね。カットしていきますね。カラフルエクステをバッサリ、一気に切り落としますよ。毛先がパッツンなので少しすきますね。すくことによって毛先がまとまって扱いやすくなりますよ。どっさり切ったし、いい感じにすけたわ。それでは鏡を見てください。うわー、めちゃくちゃ素敵だな。お願いがあるんですが。はい、何でしょうか？今日は大事なパーティーがあるので、ヘアアレンジもお願いできますか？任せてください。どんな感じにしましょうか？アナと同じ髪型で。アナさんは可愛い編み込みですよね。カラフルエクステを編み込むと、いろんな色が出てきてとっても可愛いですね。反対もこんなに変身したら、アナさんもびっくりしそうですね。早くアナにも見せたいです。編み込みができたら、可愛いリボンをつけて完成です。わー、素敵。アナさん、エルサさんが終わりましたよ。ありがとうございます、リカさん。エルサ、お姉ちゃん、どういよー。お姉ちゃん、めちゃくちゃ可愛くなってるじゃん。リカさん、ありがとうございました。リカさんに出会えてよかった。カラフルエクステヘア似合ってるって思ってくれた子は評価をお願い。チャンネル登録もよろしく。